専門店が教えたい。使う箸を変えるだけで納豆が美味しくなる。まあ、かなり一般的な箸に見えるんですが、実はもうこれ納豆箸として売られてまして。あ、そうなんですか。普通のお箸よりやっぱり少し太い。太い。そう、納豆は太めの箸で混ぜた方がいい。この理由はですね、やっぱりかき混ぜながら空気を取り込んで納豆を混ぜることができますので、よりネバネバがふんわりするので美味しく感じられるということになってます。セミン、これ何回ぐらい混ぜた方がいいんですか、この太い箸で。納豆って何回混ぜると美味しくなるって知ってる？そうですね、これ400回ですね。400回、はい、だったらそこまで美味しくなんなくてもいいや。科学的にも混ぜることで旨味成分が増えると立証されており、その回数が400回でピークに達すると言われている。食器を洗うときに納豆のついた食器を後回しにする方が多いと思うんですが、食器用洗剤をつけたスポンジで最初に納豆のついた食器を洗っていただく方が実はいいんです。納豆のネバネバで他の食器がきれいになる。ネバネバに含まれる成分が水分とくっつきやすい性質があるそうで、他の汚れも落としやすく洗剤も長持ちするんです。泡を洗い流していただくとどの食器もツルツルと綺麗になります。